あ、来た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 。あ、来た、やばい。あー、出勤。まずい、心臓砕け散っちゃうわ。歌ってる。まずおさえずち行こうぜ、みんな。BGM が神アレンジ。わらわら。わかる。夜勤明けの初見でございます。夜勤明けの初見、お疲れ様です。ごめんなさい、僕3時間バッチリ寝ちゃいました。寝よーっつって。いやー、大変な一日ですよ、今日は。もうライズにライズに、もうライズライズライズって感じですね。オッケーオッケー、じゃあ一回一人でちょっとね、おさえずち、やってみましょう。うわ、来た。あ、ちょっと待って、これ、ちょっと待って、感動してる。カルクちゃん、パトリシアっていうの君。ちょっと、どうやって操作するこれ。基本は同じはずだ。あ、ワールド基準だ、これ。あ、で、カルクは、僕の攻撃と一緒で攻撃する。なるほどね。隙あり、あ、ちょっと待って、ごめん。まあ、でも、喋り、ちょっとオンにしとくか。飛躍飲んで。あ、の、あ、最大がこれ。さあ、じゃあ、パトリシア。一緒に行こう。俺の狩りを手助けしてくれ。わ、わ、わお。すごい。壁に張り付く。お、あ、すごいね。かわいいね。行こうか。ここは大社跡。おさえずちはどこだ。さあ、来た。これが、なんだ、なんだったっけ。なんだったっけ。あれです。あれです。マップに点在してる、自分の能力を上げてくれる、虫。さあ、じゃあここでね、ちょっと虫をちょびちょび集めてって、あ、線香ハムシもいるんだ。へえ、おさえずちの落とし物。あ、いる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 。うわー、初見です。かけり虫だっけ。あ、かけり虫、あ、そうだ、かけり虫どうやって使うんだろう。ちょっと待ってね、かけり虫どうやって使うんだ。なるほど、始まった、おめでとう。あー、はい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 。今操作ちょっと細かく言いますね。 ZL で照準です。で、ZR でかけり虫を射出。こんな感じ。よいしょ。あ、うんうんうん。ちょっと慣れるまで時間かかるかもしんないけど、マガダマスを発見しました。大かけり虫を設置できます。ん？大かけり虫。うわー、なんだこれ。え？かけり虫増えた。野生のかけり虫だね。逃げるまでは自分のかけり虫として使えるぞ。ほうほうほう。何この花かんきりみたいなの。雲。すんげー。不死中だ。にがむしん。てれてれんがないのがちょっとあれだな。そんじゃあ、バー取っていきますか。皆さん、鉄柱主義やってみたいんだけどな。貫通弾だとちょっと弱いんじゃない。通常弾でいいんじゃない。氷水彦さん、そういえばかかし先生参戦してたね。かかし先生ね、撃つしね、撃つし。かかし先生じゃないから間違えないであげて。かけり虫をこっからどうやって出すんだろう。ヘビーボーガンでかけり虫の出し方もわからんぞ。チュートリアルやった方がいいぞこれ。みんなチュートリアルやった方がいいぞ。邪魔だ構造ども、気をつけろって言ってる俺。あ、かけり虫の受け身ね。はい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 。てかモンハンってプスプの3アド以来なんだよな。あ、わかる。携帯ゲーム機がそもそもね。あ、あ、お柱たんだ。僕の最推し。嘘、最推しは G4 がかも。今だ、乗れ、これが総流。行くぞ、お柱。我が総流を見よ。行くぞ、お柱。攻撃しろ、お前。攻撃だ。ほら、弱攻撃65ダメージ。だ、くらえ。そして強攻撃。うんうんうん、蹂躙せよ。ほら、お前か。あわしらをいじめるのは。あわしら下痢で倒してたな。ほら、下痢で倒してた。やんば、モサいますけど。ここに移動は R みたいだな。ちょっと癖があるね、結構。ういうい、さあ行くぜ。総領技、おら突進じゃ。そんなに強くないかも。あ、強い、連続技だこれ。あ、すごい。 OK、 もう降りよう。いいね。今みたいに総領大技を当てると、モンスタースタンしますね。はい、
これが結構ね鍵になってくる。多分ね、だから他のモンスターと一緒に戦うっていうのがかなり多くなってくると思います。今作なかなかいいモンスターですね、これ初心者にしては。ゆうさきあすらさん、花江夏樹くんが出てるみたいよ。花江夏樹くん出てんの？先行体験版やってた花江夏樹くん出てんの？マジか、すげえな。花江夏樹くん今すげえよな。よいしょ、別エリアに移動した。了解。さあ、こんがり肉も今回歩いて食べれます。ワールド基準ですね。回復薬もゆうざきやすらさん、走りながら飲みます。和風だからワンチャン鬼滅衣装コラボありそうよね。確かに S さん、鬼滅ありそう、ね、鬼滅ありそうだね。確かに、まあ、通常弾こんなものとして、さあ出ました、機関榴弾ですね。破壊破壊破壊、素晴らしい。ヘビーボーガン楽しいです。拡散弾もあるじゃん。ゆうざきあすらさん、ダウロ終わりました。ダウロ終わった、おめでとうございます。ちょっと待ってね、この狩猟終わったら一緒にやろうね。ダメだわ、当たんねえわ。鉄柱主義使いたいんだけどな。どうやって使うんだろうな。おい、痛い、すごく。おにゃんこぽんさん、初見です。初見さんいらっしゃい。おにゃんこぽんさん、いらっしゃい。ゆっくりしててください。これむっちゃ画面に集中しててね、コメント欄見れてない、ごめんね。あ、なんか入ってくる。しかもパトリシアが一生懸命攻撃してくれてるんだよ。ゆうざきあすらさん、練習してきます。あ、あ、待って、キャンプへ戻んの超早い。キャンプに戻んの超早いわ。なるほどね。ちょっと待ってね、ごめんね、やられちゃった。向かおう。いや、いいね、もう和風テイストのモンハン待ってたよ。サード君大好きだったから僕。あ、そうだ、ここでね、こういう行動しながら、例えばあの虫を取ったりするんですね。こうやってしたらヒットポイントが5増えたりするから、こうやってね、なんかルート決めも重要になってくるってプロモーションで言ってましたね。あ、かけり虫プラスは A ボタン押さなきゃいけないのか。で、ちなみにガルクは自由自在に操作することができます。今回前作のワールドの勝手に動くモハンライドみたいな感じじゃなくて、ちゃんと自分で操作して動かすことができます。そしてすごく今大名槌に逃げられてます。大名槌じゃないね、押さえ槌だね。なんだこの道、なんだここ、マップにないルートだ。やった、裏道通っていける。あ、待って、このおにゃんこぽんさん、この虫のサヤドハ面白かった。音、サード面白かったよね。よかったよね。わかるわ。泣けてくるな、これ。嬉しくて。これ、ジャグラスじゃね？え、ドスジャグラスいんの？寝てね？ドスジャグラスいるっぽいね。さあ、皆さん定番。やめてね！ショータル爆弾こんなんなんだ。ふい、おはよう。ゆうざきあすらさん、グラフィックめちゃくちゃいいよね。グラフィックめちゃめちゃいいから、みんなやって、今すぐに。オッケー。あ、おさえづちは簡単ですね。普通に、はい、油断しなければ皆さんはもう。おにゃんこぽんさん、ニコニコ本社、ニコニコ本社爆発したからね。そう、皆さんはね、余裕で倒せると思います。じゃあ僕が下手くそだった。よし、じゃあちょっとチュートリアル触りたいんだけど、みんななんかダウンロード完了したよって人多いみたいだから、あるあるくんさん、マジで神、みんなやろうかね。神だよね、すごくいい。いや、いいね。で、今作のこれがクエストクリア時の音楽です。気持ちいいね。いや、非常に良い。じゃあ他の武器も見てみようか。次ヘビーボーガンじゃなくて、え、大塚明夫さんじゃないの？違うかな？なんかすんごい声優かっこよくない？おにゃんこぽんさん、自分も今ドル終わりました。ダウンロード終わりました。お疲れ様です。